小池君もインプルーブスすごかったな。まあ、小池君に関しては結構ソーシャルメディアで出してて、体は変わってるってのは見て取れたけども、昨日というか、数日前も言った通り、実際ステージに立ってるのとソーシャルメディアとは全然違うわけなのでね。まあ、ソーシャルメディアで見せてきた体をそのまま出してきたなっていう感じで、インパクトはすごいあった。ね。そこで、3位ということで、前回の東京プロの時、1年前か。小池くんちょっと元気ないなと思ってたので、また復活ということでね。